よし、今日はお稲荷さんを作ります。はい、じゃあまず、寿司酢からね。これ、お酢と砂糖とお塩を混ぜた寿司酢、これご飯に混ぜるの。いい？じゃあはい、ご飯包んでいきます。ここにこれぐらいかな、入れて。ママもやりたい。角っこにちゃんと包んで入れてあげて。ちょっと久しぶりに包むからママ忘れちゃったね。汚いね。汚いママ何が汚い。ボロボロご飯粒がいっぱいついちゃった。うん、包んだらこうやって、はい、じゃない。うん、やりたい。うん、じゃあこれに包んでくれる？やってみる。この中にご飯を入れるの。入れれる？え？ママはこのくらいでいいかな。うん、やってた。ねえ、出ちゃったよ。まあ、全然つま、あれね、入ってないよ。よいしょ、こんなもんから。これ、どうやって、入れず嫌いよ。うん、大丈夫だよ、これぐらい入れても。落ちた。よし、入れて。うん、完成。完成、一緒に飲むよ。食べていいの？よいしょ、じゃあいただきます。いただきます。うん、半分こよ、一個ずつね。はい、あむ。うん、やっぱご飯ちょっと酸っぱい？うん、うん、美味しい。やっぱ残ったご飯、のり巻きにできるね。お前、のり巻きにしてあげる。ありがとう。あれは？あれは、これはお昼ご飯。ご飯？うん、もうちょっとしたらまたお昼ご飯を外で食べようか。あれ？うん。急いで食べなくていい。全部入れんの？おいしい？うん。ねえさん、おいしいね。もっと作ろうね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。